パリちゃんと翔くんの衝撃的な出会い、コミュニティを驚愕させた街の一夜、平野の仕様の美しさの秘密、黒い衣装の彼に隠された真実とは、パリちゃん、そして翔くん、街でのあの撮影、本当にありがとうね。幸運な瞬間だったわ。平野の仕様の新しい画像、みんなにシェアできて嬉しいわ。街で信じられない出来事があったの。 人々が驚きと興奮の声を上げ、ソーシャルメディアは喜びのコメントでこぼれ返ったの。その出来事は、コミュニティの団結と特別な瞬間の素晴らしい例だったわ。ラッキーな人の一人が、偶然にも有名アーティストの翔くんに会ったのよ。その出会いは彼女の心を打ち、周りの人々にも幸せと喜びをもたらしたわ。彼女がその特別な瞬間を SNS でシェアすると、喜びと興奮が広がっていったの。最近、 家の紫輝くんは何かに夢中で、それは黒い色です。彼の衣装はほぼ全てが黒で、唯一白い靴だけが異色です。でも、不思議なことに、彼はどんなに黒を身につけても目立って、美しさが引き立ちます。近くで彼を撮影する機会がありました。その時、私は驚くほど彼の美しさに感動しました。彼の姿はまるで彫刻のように完璧で、その美しさは派手さとは対照的でした。 そして、その美しさだけでなく、彼のファンへの態度も素晴らしく、とてもフレンドリーでオープンでした。紫輝くんは他の多くの意外なアーティストには見られないほど礼儀正しく、思いやりがあると感じました。彼の態度に触れるたびに、私はますます彼に魅了されていきました。しかし、このことが私に一つの疑問を投げかけました。彼の美しさや態度の背後には何があるのでしょうかそれは単なる外見だけのものでしょうか それとも彼の内面から湧き上がる何かがあるのでしょうか実際、美は相対的なものであり、外見だけでなく内面からも馳せられるものです。紫輝くんの美しさは外見だけでなく、彼の内面から湧き上がる魂の美しさにも根ざしているのかもしれません。彼の魅力は、彼の行動や態度からも垣間見ることができます。彼の礼儀正しさや思いやりは、彼の人間性の一部であり、その美しさを保管しています。 これは、紫輝くんがファンから愛される理由の一つかもしれません。この出会いは偶然だけじゃなく、コミュニティの結束と予想を超える意味があるわ。参加者たちは、その瞬間が心に深く残り、その思い出がコミュニティ全体を強くすることを望んでいるの。そのイベントは個人的な幸せだけじゃなく、社会全体にも良い影響を与えるわ。彼女がシェアした喜びは、他の人に勇気と希望を与え、 日常生活に明るい光をもたらしたわ。こんな特別なイベントがコミュニティに活力を与え、ポジティブなエネルギーを生み出すことの証拠だと思うの。その出会いから生まれた感動と幸福感は、距離を超えて人々の心を結び、新たな希望と喜びの源になったわ。私もコミュニティの一員として、このような素晴らしい瞬間をもっと共有して、関係を強化していきたいわ。 そのイベントは個人的な幸せだけでなく、より広い社会的な意味も持っているわ。その出会いは、人々に偶然と幸運の力を信じさせたわ。私も身近で起こる素晴らしい出来事に感謝する気持ちがますます強くなったわ。これは私たちが日常生活で大切にすべきことだと思うわ。この特別なイベントにより、コミュニティの結束が高まり、喜びと興奮を共有することでより強い絆が生まれたわ。 このような瞬間は偶然ではなく、私たちの希望や夢が実現し、一緒に未来を明るくすることの証拠だと思うの。最終的に、その出会いは日常生活で喜びと興奮を見つけることの重要性を私たちに思い出させてくれるわ。小さな幸せや驚きが私たちの心に大きな影響を与えることがあるの。その瞬間を大切にし、共有することで、私たちはより豊かな人生を送ることができるわ。 あの出会いは一瞬だったけれど、その影響は深く、私たちの心に長く残ることでしょう。私たちはそんな特別な出来事から学び、成長し、喜びを分かち合い、未来への希望を持ち続けることができるわね。これからも、同じような素晴らしい瞬間を共有していきたいと思わないあなたの周りで最近起こった特別な出来事は何かしらそれについて話してみて。